と特殊能力があってその作病の症状が発病できる能力があったらしいんですよね。 えー、病気不安症というらしいですが、些細な症状から、癌等の重大な病気ではないか不安になって仕方がありません。病院で診てもらっても問題ないと言われても信用できず、2、3件病院を回ってやっと安心できます。それでも数ヶ月後には同じ状況です。何か良い対処法があれば教えてください。えっと、まず、体的な問題があるのではなく、心の病気です。割と同じような症状の人っているんですよね。何か病気があるかもっていうので、でね、最近見た結構有名な人のお父さんが、その殺病なんですけど、 ちょっと特殊能力があってその差病の症状が発病できる能力があったらしいんですよね。 なので、熱が出てるんですって言って、自分が熱が出るって思い込むと、本当に熱が出るっていう、そういう能力値のある人だったらしいんですよ。なので、病院に行くと、あ、確かに熱出てます、ね、みたいな、なんか、ちょっとじゃあ病気かもしれませんみたいな入院して、で、でも何ヶ月か様子見ても、別に何も起きないよねって言って、戻されるみたいな感じで、で、結局そのまま医療保険とかもらい続けるみたいな、なんかそういう生活をしてたみたいな話があったんですけど、なので、まあ、病は気からって言いますけど、なので、そういった能力もある人もいたりするので、 なので、基本的には心の病なんですよね、その病気かもしれないっていう不安になってしまうっていうのが。なので、普通のクリニックとかじゃなくて、心療内科とかに行けばいいんじゃないかなと思います。 でも、学校に行こうとするとお腹が痛くなるっていうのも、本当にお腹痛くなる人いるじゃないですか。であれもそのある種の自分の体をコントロールする作業能力なんですよね。要はそのお腹が痛いって言ったら、学校に行かなくていいのかもって思って、でも行きたくない行きたくないって思ってると、本当にお腹が痛くなってくる。なので、ある種その作業的な能力って人間あるんじゃないかなと思うんですよね。 だその、例えば痛いものをなんか我慢して痛くなくするとか、なんかじゃあ他のことに聞い取られて痛いものが痛くなくなるみたいな、痛みというものを感じなくするっていうのもできるし、逆にその痛みを感じるっていうのもできるっていうのが人間の能力なのかなっていうのだと思いますけど。まあ想像妊娠とかもありますからね。